それではですね、これから向かうところは、はい、加藤というお店でございます。私が経営しているところですか？はい、そうです、そうです。お世話になります。あそこ行くんですか？いや、知らないですけど楽しみ。楽しみやね。何の店なんやろ。道めっちゃ広いな、どこも。ああ、なるほど、商店街みたいになってるんだ。あ、これだ、すごい、なんかすごいんだけど、ね、上に噛みついてる、噛みついてる、なんかすごいんだけど。晩御飯の会場でございます。札幌に来たらここに行けという会場らしいです。佐藤さんです。すごすぎる。カニが見下ろしてます。どういう状況？カニ押してるね。うん、見ますか。めっちゃ賑わってますよね。やばい、来ました。お願いします。お願いします。加藤さんではないですね。そうです。安倍さん、安倍さんでした。加藤です。私が加藤っていう本当の加藤ね。北海道ならではなのかな。リボンナポリ、これオレンジ色だわ。あ、美味しい。美味しい。あ、でもオレンジ系だけどなんかすっきりしてる。すごいんだけど、めっちゃ奇跡の味じゃない？めっちゃ好き。そんなことある？子供の時に出会ってたら多分めっちゃ飲んでますこれ。うん。美味しい。タコの柔らか煮ですね。おー、タコの柔らか煮。そうです。わさびをお好みでつけてお召し上がりください。きゃー、美味しそう、美味しそう。いただきます。めちゃくちゃ大きいです。大きめ。うん、柔らかい。うん、めっちゃ柔らかい。うん、味もしっかり染み込んでて美味しいです。想像以上に柔らかい。続いてソフトシェルクラブの唐揚げです。私違う、ゴッドソフトソフトシェルクラブのクラブでソフトシェルクラブじゃないですよカニの方のクラブね多分なんか殻が柔らかいんじゃない。そういうことか。そのまま食べれるってことうん、いただきましょう。めっちゃ美味しそう。レッドホットチリペッパー。もう何言ってんの。美味しそう。大きい。めっちゃ大きい。足がほら。うん。ちょっと待って、ちょっと待って。美味しい。唐揚げみたいな感じ。カニの唐揚げみたいな。唐揚げ。柔らかい。あのエビのフリットみたいに軽いです。すごい。あの重い揚げ物じゃなくて、すごい口当たりが軽い。パリッパリ美味しい。身の部分すごっ。うん、やばかった。続いてカニ味噌の鉄板焼きです。カニもたっぷり。カニ味噌の鉄板焼きです。こんなたっぷりって感じじゃない？うん、全部カニ味噌でしょ。うん、鉄板で焼かれたから熱々らしいので、こうやって作ってこうやって食べていくみたいな。すごいね。カニ味噌こんなたっぷりさ取れないじゃん、1個から。こんながっつり食べたことない。スープスープ、やばい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 、超贅沢スープ。うまっ、やばい。
全然大丈夫だよ、うん、めっちゃ甘い、濃厚、うん、野菜とかめっちゃつけて食べたい、うんうん、ディップして食べたい、そうそうそう、なんかにめっちゃディップしてあのトーストでも何でも思う、何でもかけたい、これをめちゃくちゃうまい、温まるね、他もカニ味噌ってなんかさ一日に食べていい量とかありそうなぐらい高級品じゃん、うん、こんな食べていいのかなっていう、でもめっちゃたくさんだよね、うん、どのぐらいのカニから取れていいのね、何でやばい、豪華すぎる、うん、カニコーラグラタン、カニコーラグラタン、すごい、カニのコーラをまんまる使ってる、見た目のパンチがもうすごい、うん、カニ尽くしだ、ありがとうございます、カニ食べたいって言ってたもんね、うん、北海道来たらエビカニ串してます、いただきます、ふこふこ、うん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 、サクサク上の部分、うん、あ、めっちゃ身ぎっしりじゃないこれ、なんかね、あのクリームソースとかと思ったけど、うん、全然で、身が多分カニがめっちゃ入ってるわ、ほいほいほい、クリーム感というよりもカニ感、ヒラメですね、ヒラメ、こちらヒラメです、お写真1貫目なんですけど、塩で味がついてるそうです、塩で食べるんだって、透き通ってるよ、もうなんかご飯とか、うん、うん、甘っ、うん、なんかもちもちしてる、うん、塩だけで全然いい、うん、うん、そのものの味が楽しめるっていうか、うまっ、噛めば噛むほど味が出る、うん、なんかもちもちしてる、もちもちしてる、うん、うん、うん、寿司も美味しい、光ってます、金目鯛です、もうお醤油がついてるそうです、めっちゃ光ってんだけど、すごい色も綺麗、うん、なんかもう見た目から綺麗よね、いただきます、うん、うまい、うん、これは打って変わって、うん、もう身が柔らかくて、うんうん、ほぐれます、うん、すごい脂乗ってる、え、もうなんかこのレベルで大トロみたいな感じなんだけど、口の中はね、思ったもん、うわ、もう乗ってる、こちらニシンですね、ニシン、こちらはニシンです、見てくれた、なんかさ、切り込みの入れ方すごくない、うん、すごい光ってます、これも切り込みがめっちゃ綺麗、うん、生姜と、いただきます、あ、やば、うん、うん、おいしい、うん、とろっとろ、うん、ね、これもめっちゃ脂乗ってる、ね、全然癖なくて、うん、すごく美味しい、こんなにとろっとろで美味しいんだ、ホタテですねこちらホタテ、ホタテだよ、光ってるね、プルプルだね、大きなとこのお寿司を塗ってくれるんですね、やばい、分厚、信じられん、シャリよりネタが大きい、あーってなってんねんな、赤身ですね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 、うん、めっちゃ大きい、うん、
けるね。うん、口いっぱいの幸せ。中中中です。中中中中中中。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。光ってるこれは何だい？中トロ中大トロ。やばいやばいやばい。ジュルジュルしてる。これで中は。大トロどうなってるの？もうすごいんじゃない？トロットロなんだ。トロなんだ。つかめない。芸術点100。うん、まあ、甘いね。やば、めっちゃ甘い。やばいやばいやばい。端っこから噛んでいってる。もう一噛みでなくなる。うん、あカメラの方がビビってる。カメラ見えちゃった。あーって思いちゃった。すごいウニです。やっぱウニってなんかいいやつは同じで違うらしい。なんかさ、ペトってしてないよね、うん、浮き出てるよね、うん、お花かなみたいな、うん、なんか厳選ウニらしいです。だから先発を勝ち抜いたんだよね、漱石は。うんうんうん、この子たちは、うん、AKB でいう、はい、髪手が塩味がついてるじゃないですか。口開いた。口でかくて。ちっちゃく。そう。濃厚すぎる。私が知ってるんじゃない。うん、ウニ 100% ジュースでした。うん、口の中、なくなりました。いや、ウニもね、結構だから、ねちっこいイメージが、うん、なんかね、束縛強いみたいな、うん、結構聞くから、分かる。噂が結構やっぱり、あいつは束縛強いぐらいし、やめとけみたいな、結構言われるんですけど、うん、でも本当は本人たちには悪気はなくて、うんうんうん、やっぱ磨きに磨けば、すごくあっさりする。ね、やっぱ優しくされるとやっぱ向こうも心開いてくれるっていう。悪いやつじゃない。悪いやつじゃない、全然悪いやつじゃない。やっぱ結構お高く止まってると思われがち、うんうん、そう、なんかね、やっぱちょっと性格悪いって思われがちっていうか、うん、やっぱ結構出がいいから、うんうんうん、でも実家がお金持ち。あ、そうだよね。だから結構みんなにとか多分気にされてて、いつも結構黒いガウンとか着てる、うんうん、らしいんですけど、うん、だから結構ね、あいつ鼻高いんじゃないのとか言われてるみたいなんですけど、実はそんなことなくて、腹割って話したらね、意外にそう、あれはただのね、かぶり物、中身をちゃんと見てあげてほしい。いいやつよ、結構いいやつ。あ、なんかもうしつこいやつかと思う。うん、意外にいいよね、ウニって好きになった。ウニウニ好き。すごい、ありがとうございます。ノリパリのうちに、ノリパリのうちに食べるって絵本巻きじゃない。ありがとうございます。いただきました。どうどうどう、違う、文字やばいよ。いただきます。うまい、うまい、全然違う、私の思ってる鉄火巻きと。この鉄火巻きだったらいっぱい食べれる。低学年が食べる食べ物じゃないよ。い、私なんならちょっとお父さんとかにこれ食べてって言うよ。ね、やばいこれ。鉄火巻き実はちょっと主役じゃないやん、うんうん、なんか端に置いてある、うん、これ主役です。鉄火巻きが主役になりました、このお店では。なんか入ってるさ、鉄火の部分っていうの、でもなんか全然違う。なんやこれ。え、なに、やば、うん、いや、
やば。やばいわ、うん、鉄火巻き食べないとりあえず鉄火巻きと鉄火巻きじゃない、うちらの知ってるやつだよね。どれが本当で、どれ行きましょうか。コンビニエンスマン JP。 うちらでマジコンビニエンスマン始まるんだよ、この店で。いつも食べてる鉄火巻きは本当の鉄火巻きなのか。ねえ、ちょっと幸せすぎた。ハッピーバースデートゥーユー、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 おめでとうございます。28歳です。信じられない、28歳の私。